あ、子供が行ったの。ちょ感想だけ聞きたいですよ。すごいつやってて辛いですね、なんか。できます、はい。概要はですね、このゲームは空気を読むゲームです、空気を読んでください。例えばクリスマス、あなたは子供です、サンタさんからのプレゼントを待ち望んで寝ています。しかしふと目を開けてしまいました。そこにはサンタさんがいました。空気読んで寝る、起きてる、そんな感じのシチュエーションが 100問あり、1人でも友達と2人でも遊ぶことができます。買うかどうか空気読んでくださいと。空気を読むゲームですね。つまり非常に日本っぽいですね。非常に日本っぽい、そしてシンプルで分かりやすい。これいいんじゃないですか。結構私空気読めないから。ここは自由に空気読んで良い空間。あなたが空気を読むことを止める人は誰もいません。たった一人で空気が読める夢の空間、心ゆくまでご堪能ください。画面内の赤いのを動かすことで空気を読め、そうじゃない場合もあるが、そこは空気読んで違う行動を取れ、中断したい場合はオプションボタンを押せ。わかりました。教科書みたいで分かりやすいですね。第1問いきましょう。あ、総理マイクとかぶってたから何に。そういうことだ。わかりづれ。あ、お前、あ、こっちに、ね、あ、待って待って待って、あ、ちょっと待って、並びたい。じゃあ並ばして、あ、ソーシャルディスタンス。こういうことでしょ、こういうことでしょ。違うの、違うの。答えが知りたい。あ、野球だ。あ、子供がってなって急に真顔になるな。あ、4問、何問まであるんだ。あ、おばあちゃん、おばあちゃん、これ、何。あ、私が信号か。そういうことか。分かりにくい、すごく分かりにくい。じゃあ俺がはい、どうぞ。私が今ボタンやったの分かる。これやりな、見せながらやった方が絶対いいと思う。何やったか分かんない。今回の拷問はあからさまに読めてるっぽい。やった。あ、第6問があった。え、どういうこと。あ、中間審査。ラーメンでも食べよう。ラーメン好き、お前の塩。あー、え、豚骨が好きです、私は。あと、食べた後でしょ。これでも動けないですよね、後ろに人いる。あ、寝ちゃった。寝ちゃった。あ、寝た。何もできなかった。ラーメン屋さんで寝ちゃダメ。あ、じゃあ撮るよ、撮ってあげよう。あ、参加できる。あ、逆角度。みんなに見られてる。仲間に入れてほしい、私も。第9問。あ、これ私よくやりやすい。私よくやりやすい。人にフリスクあげるとき、いっぱいあげるとちょっとウケるんですよ。私よくやりやすい。これなんで知ってんの。人にフリスクあげるとき、いっぱいあげるとちょっとウケる。あ、なくなった。第10問ラストかな。引っ越しのバイトです、運ばねば。あ、女子に何を任せるかってことで、子供服が重い場合もあるだろう。子供服、あ、間違えた。子供服にちょっと。あと中継か。え、これ何問まであるの。100ですね。100問。 100? やめてるっぽい。これ本当に100問あるの。これ一択なの。ちょ感想だけ聞きたいですよ。今どんな気持ちかっていう。今なんと、なんかすごいやってて辛いですよ。なんか正解でもないし外れでもないし、なんか何やっても外れな気がするんですけど、このゲーム。じゃあちょっと精神的にちょっと辛い。誰も何も言ってくれない。そうですね。あの、僕らがこれ笑っていい
のか、うん、これ何なのかちょっと迷って、いやでもなんか笑えるものでもないんじゃないですか。そうなんですよね、別にあーみたいなこともしてないですし、はい、私そうですね、ちょっとやめていいですかね。これでもちょっと想像すると、はい、多分ゲームの企画者とかプロデューサーいるじゃないですか、うん、どんな気持ちで会議やったんだろうと思いますね。確かに、うん、あでもこれがもしアプリとかだと、はい、なんか電車乗ってる時暇じゃないですか、はい、そういう時にピピピってやるのは面白いとは思う。ああなるほど、うん、でもこういうこういう場でやるのはダメだと思う。なんかリアクションが自分で自己完結するのは全然いいんですよ、これ。なんか、これまあ2人で空気読みモードありますけど、誰かとやるものではないと思います。1人でやってください。じゃあこれはもう、これはもう、バカおバカ。じゃあ、終了です。はい、じゃあ採点していきましょう、はい、みんなで空気読みの採点をしていきます。まずじゃあ、一番上が先ほどと同じくバカで、でも、知性は感じましたよね、このゲーム。あバカだよ。さっきのヤギゲーは本当にバカが作ったんだろうなと思ったんですけど、これは多分なんかフォントとかもね、文章とかもすごく綺麗ですし、すごくお上品にまとまっているので、まあ、バカではないかなと思います。1、ちなみにヤギのやつはバカが作ったんですか。そうですね、バカが偏差値7ぐらいの人多分作ったと思います。バカ、これはすごく綺麗な、子供にもおすすめできる綺麗なゲームだと思います。じゃああとは何だろうな、辛さでいいですか。そうですね、辛さしましょう。私の個人的な感想だけど、辛さがもうちょっとマックス、辛さが6分だったんですね。もう辛いです、だって誰も何も言ってくれないの。何が正解なのか何が間違ってるのか分かんなくなってきました。はい、でここはどうしようかな。あれじゃ、あれはいいんじゃないですか、ためど、自分のためになるかどうか。ああなるほど、はい、学び、そうです、学び、学び度、学び度は何だろうな、私がでももしかしたらめちゃくちゃ、もしかしたら実は空気を読める人間だから、なんかすごい多分正解でしたよね、今まで。そうですね、あれは、はい、だからもしかしたら私には学びにならなかったけど、もしかしたらなんかあまり人とコミュニケーションを取らなくて、あまり分からない人とかはすごくためになると思う。さっきのなんか電車のあれで、電車のあのさっきやった最初にやってたか電車の並びの あそこはすごい良かったと思うんですよ。なんか一人でんって一人であそこにいると邪魔だから2列にやってくださいってことじゃないですか。であれはすごくいいことだと思うんで、学びは結構高い、2かな。あなるほど、いい点ですね。さっきも言いましたけど、子供に、子供がやってもそう思って、子供がやるゲームなんじゃないかな。子供やっても面白いゲームだと思うんで、学びはそこそこ2で。じゃあ社会性を身につけるために、そうです、そうです、そうです、社会性、ほんと社会性がまだ身についてないお子様だったりとか、もう社会経験がない人とかにおすすめだと思います。はい、じゃああと2つはどうしようかな。あとこの世界観どうですか。あいちいちこのお品書きだったりとか、表情がさっさって変わったりとか、世界観、はい、まあ、非常にあれですよ、日本的ですよね。そのまあ縦書きのあれもそうですけど、すぐ表情がさって変わったりとか、なんだろうな、すぐなかったことにされたりとか、もうまずその空気を読むという題材がすごく日本的だと思うんですね。でも世界観はもう結構丸じゃない3マックスで、はい、マックスで、もう非常に日本の雰囲気がこれですごく分かると思う。もしかしたら海外の人がやると面白いかもしれない、これって意外とと思います。これ最後空気でいいですか。これはあのすごく逆にこのゲームが空気読んでほしい、すごく私は。逆にこれあのゲームとして出して何がしたかったんだろうっていう、人のゲームってみんなでバイバイやる、ね、やるのが多いじゃないですか、はい、で絶対誰かとやってもこういう感じになりますし、一人でやったとしてももう本当にサクサク消費するのみなので、逆にこのゲームが空気読んでほしいので、空気はもうゼロこういう評価で、じゃあグラフが、はい、こういったグラフになりました。バカ度が1、辛さがマックスの3、
学びが2、世界観がマーカスの3で空気が0というわけで、みんなで空気読みはこういう評価です。みんなもやってください。いや順調にあれですね、バカですね、バカ芸に時間をかけてる暇はないのでっていうことですね、もうサクサクやっていきましょう、はい。